ルバーンチョは、ウブンツから派生したディストリビューションであり、軽量で、リソース消費量が少なく、省エネなことを目指したプロジェクトである。デスクトップ環境にはかつては、クスドを使用していた。18.10以降は、LXQT を使用している。クスドは、オパンバックスウィンドウマネージャーを使用することで、ネットブックやノートパソコン、旧型の PC などのために軽量化を図っており、 その点でルバーンチョはズバーンチョと共通しているが最初のレビューによると通常インストールや一般的な使用状況ではズバーンチョやウブンツの半分のラムしか使用しないルバーンチョという名前はクスドとウブンツの組み合わせからなるクスドはライトウェイト X11 デスクトップエンバイロメントの当時語でウブンツはズール語やコサ語で他者への思いやりを意味するクスドは 最初に Ubuntu 8 1でイントレペットアイベックスの追加パッケージとして作られた。また、その前のバージョンにもインストールすることができる。2009年2月、マーク・シャトル・ワースは、クスドプロジェクトを Ubuntu コミュニティ内で独立したプロジェクトになるよう招待した。これは、ルバーンチョと呼ばれる新しい派生、Ubuntu を作るという目的があった。2009年3月、 マリオ・ベイリングによりローン・チョッパド上でルバーン・チョプロジェクトが開始された。この時初期のプロジェクトロゴも作られた。また、ベイリングによりアプリケーション、パッケージ、コンポーネントのリストを含む公式の Ubuntu Wiki プロジェクトページも作られた。2009年8月、最初のテスト用 ISO イメージファイルがライブ CD としてリリースされたが、これにはインストールオプションはなかった。 2009年12月30日、ルバーンチョ10.04ルーシュとリンクスの α1 プレビューバージョンの ISO イメージがテスト用に公開され、2010年1月24日には α2 が出た。2011年5月11日、ルバーンチョ11.10を最初の安定版とし、正式に Ubuntu の公式プロジェクトとして取り込まれることが発表された。 2014年4月17日、ルバーンチョ14.04を公開。シリーズとしては、初の長期サポートとなった。ただし、サポート期間は、ウブンツ、LTS と違い3年間である。Linux マガジンのレビュアークリストファー・スマートによる最初のテストでは、ルバーンチョのラム使用量は通常インストール状態で、デスクトップとして使われた、ズバンチョや Ubuntu のほぼ半分であり、 ライブ CD を使った場合1、3になることが示された。ありがとうございます。